ルコスさんは自分の家だから自分の洗濯機とかですよね、うん、いやでもねこの家まああの新しい新築じゃなくてねその古い状態で買って、うん、引っ越してきた時にもちろんその洗濯機は買いました、はい、でも冷蔵庫がそのキッチンになんかついてる、うん、なんかイギリスの家によくあるじゃないなんか なん,かえなんていうのかなその、いろいろな食器棚とかとなんかつながっているようなユニットみたいな感じで、そこになんか埋め込まれているもうほとんどそのちょうどいいサイズにオーダーメイドみたいなでそういう状態だったんですよ。で、その冷蔵庫がそこに埋め込まれていて、うん、さらにその冷蔵庫を隠すなんかあ<ー>ドアみたいなのもついてるの。 だか本当に古いスタイルなんだけど、そのままの状態で来て、その全然改築とかもしないから、引っ越してからずっと6年間、その状態で使ってるんですね。まあ、かなりちょっともう古いキッチンで、本当になんかあの古くさい、まあ、改築するお金があれば改築したいと思ってるぐらいだけど、まだ6年なんですかこの家に来てね。はい、あ,、うん、あそうなんですね。もっと長く住んでるかと思った。こ、うん、こののの家家のは前いいろろ このベルはいはいはい。っあっ、うん、そうなんですね。じゃあ、こんなに時間が経ってないんですね。のこの家はね。う,うん、そう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 。そうなんです。だから、だからいいですよね。いい冷蔵庫はいいよ。いい方程度かね。うらやましい。うらやましいじゃない。ワクワクするわ。本当にそう、なんか野菜。勇気がいるよね。そんな大きな買い物ね。まあ。うん そうです。思い切りがないとね。いや、なんかね、僕よくわかんないんですよ、家電って本当に。いやいや、本当ね、私も詳しくない。そう、うん、なんか他のものに比べて全然なんか興味がないし、わからないし、うん、なんか、奥さんはなんか結構いろいろ言ってましたけどね、このドアとか、なんかの中の野菜の部屋とか、あるでしょいろろいる。うんうん 洗濯機はどの形にしたんですかあの、ドラム型じゃなくて、日本によくあるタイプの縦型ってやつですね。縦型、あ、それは縦型っていうんだ。そう、日本では縦型というらしいです。僕も今回知ったんですけど、普通の、あの、上からなんかね、上に穴が開いてる。ドラム式っていうのは、アメリカとかヨーロッパでよくある、あの、なんかぐるぐるる。 子供はそれが欲しいって言ったんですけど僕はいやいやお前が中に入るからダメ危ないああなるほどそっちそっちかそうまあそれとあと高すぎるあそうはいあそうドラム式は高いんだもっと日本だと高いですねえもう倍ぐらいしますね縦型の倍え当に理由は分かんないなんでそんなに高いのか 私も本当にわかんないけど、その値段のことは。<ー>うーんなるほど。まあ、それでもね。そんな、いいじゃない。ね。縦型でも新しいんだから。えー、まあね、明日来てくれる。いや、どうしようかな。何がどうしようない。どうしようもコーヒーもない、ね。<laughs> いや、どうしようかな、本当に。うん、来たら早速洗濯回す、一回。洗濯、洗濯。<laughs> ドキドキするな。 ね、なんか楽しみじゃない新しいのってねでもまるで初めてのキスのよう、ま、たそれもドキドキそんなことはないけ <laughs> 顔が赤くなっちゃうスイッチを押すのにそうもう指が震えるなんかいろんなボタンがついてるかもしれないよキスしていいですかキチンよく分からんけどあのそのスタートボタンを押す,押すのがもうフル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 なんかいろんな機能がついてんじゃないの そういいいろろな機能がつてるでしょだから最初なんかいろいろちょっと押してみないといけないよね。こうそうこうでとかさんかねありそうじゃない僕がやっぱりまあそのインストラクションとか日本語だし僕はちょっとちゃんと読んでんか責任があるみたいな感じになっちゃうでしょ。そうですね。で奥さんの服を洗ったりするんですよね。なんかそのデリケートで洗ってほしいものとかあるでしょ。 リケーートモドで僕は間違ってんかゴシゴシモードんかいつもこうしっかり洗うモードとかで洗ったら奥さんの大事な服がなんかねちょっとヨレヨレになっちゃうとヨレヨレになったりするしそれはまずいです子供の靴下とかはもうその協力モードとかでやらないとダメですけどそうそうなんかねややこしいんだよね洗濯機ね。いや本当に。 なんかいろいろありますからね。うん、じゃあ明日いろいろちょっとやってみてください。何時に来ますかさも,でも時間も指定できるんでしょう、ね、いやわからないんですよね。いつ来るか日本だったら。あ本ほんと。はい。なんかね、選べないんですよね。あ本ほんと。はい。なんか、あ今日の夜にメールが来て、<ー>明日の何時に来ますって、何時ぐらいに来ますっていうのは来るらしいんですけど、選べないらしいなる,なるほどね。なんかめんどくさいガールフレンドみたいでしょ <laughs> 今日の夜メールがあって、明日の,あの午前中に行きますみたいないきなり言われるんですよ。うん,うん、うん、確かにね。そう。これは、それはでもとてもイギリスっぽいけど、ね、実は。あそうああ、まあそうですよ、ね。ほから、ね、他の国はそうですよね。そうそうそう,うん、うん。日本は本当に素晴らしい、ある意味で。日本はね、普通は。時間指定できそう,そうそう。指定できるんですよね。ねこれはやっぱり、まあ多分あの、みんな同じ時間とかにしちゃうからかな、多分。わかんないけどああ、そうか。 うん、まあしかもなんかね、大きいものを取り出して持って行ったりとか、まあ多分時間もかかるだろうしね。うん、なんかいろいろあるんじゃないですかね。うん、ね、いろいろあるんでしょうね、うん、多分、うん。そういうことでしょう。えーね、いやドキドキするな。うん、どんなマッチョマンが来るかな。どんなマッチョマンいや、意外とマッチョマンじゃないと思うけど。<laughs> なんか、そっちちょっとよくわからないね、今、そんなことドキドキしてたのドキドキするね、どんなマッチョマンが来るかな。 どんなキャラでどんなマッチョが来るかな爽やか系が来るんじゃない爽やか系。いや、でもね、大抵、いやいや、本当に僕のお父さんより年上みたいなおじいさんみたいなのが来るんですよ。いや、それはないよ。いやいや、本当によくあるの。いやいや、それがね、細いおじいさんみたいのが来て、そしたらもう持てないじゃん。いや、だから手伝わなきゃいけなくなっちゃうそんなもん。いや、それはないないないい。や、本当本当本当 なんか僕が重いものを頼むと、うん、いつもねなんか細いおじいさんみたいな人が来てね、うんうん、ちょっといいですか？ああもちろんもちろんって手伝って、えー、でもそれ気をつけないといけないの<う>危ないよ腰が痛くなる。そう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 。少なくとも僕,いやいや僕より強い人が一人,人で来ないよね。二人ぐらいで来る。いやー最近なんか忙しいですからね。 でも、かなり重たいものですよ、この二つは。そうそう、だから、本当に、あの、なんか、ザロックみたいな人だったら、いいですよね。なんか、とか、大谷翔平とか。本当になんか、大きい、体の大きい人だったら。はいはいはい、うん、いいけど。なんか、子供とかが一人できたら、どうしよう。小学生が、アルバイトです、とか言って。いや、君、そんなの持っちゃ、だめだよ。え、哲平さん、とこ、二階建て。 2階建てですけど、全部台所とかは1階ですよね。1階。だからまあ大丈夫ですよね。最近なんか台所が2階の家とかありますよね。なんかね、あると思うよ、そりゃ。あれは結構大変ですね、いろいろね。うんうんうん。まあ僕の家は。の家だから結構段差もあるだろうしね、いろんなところねでもね。僕の家は簡単ですよね。 うん、玄関入ってすぐぐらいに。あ、じゃあいいよ。いいね。金曜日にそんな新しいものが2つくる、ちょっとね。テンションが上が,上がりそうじゃないですか。まあね、まあまあまあ、うん、いや、ほんとにこんなつもりじゃなかったんですよね。気がついた <laughs> セールだったから <laughs>。いや、本当に。 踊らされましたよね、本当に。そう,そうまあ、上手いよね。ああいうお店で働いてる人はやっぱ慣れてるから、とってもうまいと思いますよね。うんうん。こちらもありますよね。そうですね、うん。そうそうそう。そうですよ。まあいいんじゃないでも、いいタイミングで買ってよかったんじゃないですか。まあね、まあそうですよね。あのー、うんそう、ねまあ。そうそう。もう、やっぱりちょっと小さかったですか、今までのは。えっと、あ、そう、ね、両方 そうそう、冷蔵庫もちっちゃくて、あ本,当うん、本当にもう小さすぎてね、うん、もう卵1個ぐらいしか入らないんですよ、本当にちっちゃくて。それはまた、<laughs> よくわからんけど、本当にちっちゃい箱みたいな。ありますよね、そういう冷蔵庫ね、ちっちゃい。なんか小さい、あの、ホテルのなんかあれ。<laughs> そうそうそう。<laughs> <laughs> 日本のあのなんか小さいビジネスホテルとかにある飲み物だけの冷蔵庫、うんまあ、でも3人家族で、ね、子供さんこれからどんどん食べ盛りになっていく、ね、そうそう子供結構やっぱでかいのいるでしょ、うん、なんかあのヨーグルトとかプリンとかねまとめ買いしたりするんじゃないそうで、ねね、今暑いでしょ 暑いからチョコレートとかも冷蔵庫の中に入れてるんですよ。ああだから全部,全部入れちゃってるんですね。そう,そう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 ,そういうなんかいろいろ普通は外でいいものが、あのー、やっぱり冷蔵庫の中にパンとかだってなんかちょっとすぐ悪くなっちゃうからはいはいはい,はいパンももうそうですねもうできるだけ冷蔵庫とか冷凍庫とかに入れてうそうそうそう。なるほどね。本当にあ<の>まあ まあでも本当にあのー、いいですよね。あのー、これであのー、ビールとかたくさん。<laughs> そうですよ。自分のものもちゃんと入れなきゃね。そうそう、はいはい、もうビールたくさんの冷たくして。そうそうそう。冷<う>え冷えにしといて。冷え冷えにしてね。そう。今までそれができなかったんですね。ビールはいつも。あ、本当に。うん、飲む前にちょっと入れるみたいな感じで。あそれはちょっと良くないね。うん、そう。まあ、スペースがなかったですからね。はいはいはい。だからこれからは。 ビールコーナーを作って。もう24分。そう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 。そう一つの場所はね全部ビールみたいな。怒られそうですけど。<laughs> まあ、もうビール、ビールと、まあ、ウイスキーは別に冷や。まあ、まあ、間違いない。あと、アイスクリーム。うん、たくさんのアイスクリームとね。うん、冷凍食品ビールと、うん。いいんじゃない健康に悪い。 気悪いです <laughs> まあまあねでもそんな一気に飲むわけじゃないから、うん、少しずつ少しずつ,少しずつはいはいまあ、い,いんじゃないでしょうかノルカさんどうですか最近最近、うん、最近こっちさんあのねもう本当に羨ましいと思うぐらいこっちは涼しいです<あ> <laughs> 今日はまだ朝晴れてますけどこの、うん、昨日まで1週間ずっと雨でしたベルファストあそうなの まあまあまあ,、はいあのまあ、イングランドと全然違うからね。であの昨日は多分お昼の時間で17度ぐらいでした。あそんなに、うんまあ、いつものいつもの感じですけどねはいだから本当に涼しい7月を過ごしていますね。<laughs> そういう時は何散歩とかするやっぱりで、ね、あでも雨ですよね雨だったから本当にあの最近出かけてなかった、はい、でも過ごしやすい、ね、暑くなってまあ過ごしやすいですよそれはもちろん。 うん本当に。頭はだからちゃんと働いてるかな。素晴らしい。幻見てないですよ。はいはい。幻見てないですか、もう,僕はもう。ほんとし最近見てない。ほんとそうだよね。そんなに暑かったらね。ほんとに。昨日とか東京の一部で40度とか言ってましたよね。うん、39度とかね。ああ。うん、暑いな。36度でしょ、普通体の温度が。 もうと熱中症になるのも分かりますね。そうですね。頭ぼーっとしてきてる。きね、外歩きながら、もう頭ぼーっとして、もう、のりこさんが見えましたよね。それも幻ですね。それはかなり重症でしたね。どうぞ。すみません。あっ、のりこさんじゃなかった。近所の人だった。危ない、危ない、それは。近所の奥さんに、あっ、のりこさん、こんなところで何してますか。 危ない人になってるけど帰ってきたんですかのりこさんえ私はのりこじゃないです私は幸子です幸子さん <laughs> なぜこんなところ <laughs> 私はここに住んでいますそうそうそうなりますよね <laughs> お,おかしな隣の人になってますけど水をください <laughs> いや本当に、まあ,まあ、まあ、気をつけてね たくさん飲んで、水分。そうそう。中傷は危ないよね、本当にね。家の中でもなったりするんでしょうね、中小そうそうそう、本当に。なそういうニュースを見ました。そう、なんか僕の子供が、あ楽だ、夏は楽だとか言うんですよね。どうしてって言ったら、あ、トイレ行かなくていいから。おい、それ危ないぞ。水飲め、もっと。そうそう、そういうことですね。お危ない、危ない、危ない。それは全然トイレ行かないでいいよとか言って、いやいや、だめだ、それは。もっと飲め。 そうやっぱり汗かいてあんまりトイレに行ってないんですよ。そういうことですよね。うん危ないよ。子供に飲め飲めもっと飲めもう何でもいいそのビールでも何でもいいから飲む。いや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 あそれはダメ。それはダメでしょ。パピパもそうやってあの熱中症にならないためにこんなもの飲んでんだ。そうググググみたいなもう一本もう一本。 ビールはダメですよね。いやいや、もちろん、もちろん、皆さん、そう、そういう、あの、おじさんたちたくさんいますよね。ああ、おじさんみたいな。そう、熱中症になってしまう。レモンサワーもう一杯。ダメだって。ダメだよ。ああ、トイレ行きたくなってきた。やっぱお水がいい。ポカリセットみたいなのがいいのかな。何がいいんでしょうか。ああ、ポカリセットね。結構なんかあの、 観光客の人たち、外国人にはポカリスエットよく飲んでますよね。あ、本当にはい。多分やっぱり日本に来て、そう、やっぱり日本に来て、日本にしかないもの飲みたいですよね、みんな。アクエリアスは世界中にあとさ、あの、てっーさんの生徒さん、この生徒さんいないなんかお茶で、冷たいお茶あんまり好きじゃないっていう人いないああ、そうです。そういう人は多分ポカリスエットとか選ぶんじゃないは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 い。まあ、美味しいですからね、ポカリスエットはね。 おいしいよ。私も好き好き。でもイギリスにないよね。はいはいはい。そうですよね。そう、生徒さんたちは結構そういうの飲んでるかな。自動販売機でね。自動販売機もね、みんな使いたいですよね。そうそう。やっぱり経験ですからね。自動販売機でポカリス。夏に日本に来て自動販売機でポカリスセットはいい思い出になります。それは僕たちがね、高校生の時とか、 やってたことですよね。そうだね。そうだね。でも、てっぺさんは自動販売機なんか使わないのコンビニにも行ったりするいや、使いますよ。あ、使うそうなんだ。だって、自動販売機とコンビニって、実は値段ほとんど同じですからね。あ、そうそう。そうか。はい。自動販売機の方が高いってことあるかなあんまり変わらない。自動販売機によるんですけど、普通、そんなに変わらなくて。 うん、まあ確かにコンビニにはなんかこのコンビニのプライベートブランドみたいな安いものもあるけど、うん、ああ、はいはいあんまり水とかだとそんなに変わらない、うん、そうだね。まあ例えばコンビニが110円で、うん、なんかあの自動販売機が120円とか、まあ同じ時も多いし、結構使えますよ。なるほど。うん、そういう、そうなんだ。東京にある。 結構使うのかなみんな。結構冷たくて美味しいんですよね。自動販売機の飲み物いつも。なるほどね。夏は。じゃあいろんなとこに置いてあるんだやっぱりいいですよ。夏っぽくて。うん。なるほど。のりこさんとポカリセット飲みたいですね。ははは、夏汗かきながら。ポカリセット。ビールじゃなくていいのビールじゃなくていいはい。ポカリセット。どこで公園で公園で。 日陰でなんかベンチとかそうあの花火とかしながら。ああ、かわいいですね。可愛いいですね。お花火とかね。成るかさん、夏ですね。夏、夏ですね。日本の夏。日本の夏。蚊に刺されてね。そう、それは嫌だな。蚊に。日本の夏ですね。確か嫌いだ。もう出てきた蚊が出てきました。昨日の夜、刺されちゃって、寝てた時そう

あの、明日は僕、冷蔵庫の中に入って涼しくて。そう、涼しいですよ。あっも今同じこと言おうと思って。冷蔵庫の中から冷え冷え、冷え冷えで、冷えで。はい。お願いします。はい。洗濯機の中でもいいかな。いやいや、それは。それはやばいでしょ。はい、ごめんなさい。びるぐる回っちゃう。そうそうそう。はい、すみません。はい。はい、またね。失礼します。はい。